出たな、もみあげマン。待て待て待て、少し話さないか。ああ、お前の態度次第じゃ俺たちは投降するつもりだ。俺たちはただ怒りを収めたいだけなんだ。デンジ、お前はこいつらの仲間と俺のじいちゃんを殺した。その償いをしてほしい。てめえのお仲間もじいちゃんもゾンビなってたから殺したんだぜ。嘘つくんじゃねえ。学歴のねえバカすぐ嘘つきやがる。まあいい、それが仮に本当だったとしてだ。ゾンビも元は人間。そいつらを殺してお前は心が痛まないのか。全然。俺も沢渡りにいろいろされてな、心臓が刀の悪魔になっちまってるみてえだが、そんな俺でもな、うっかりゾンビを殺しちまった夜には眠れなくなるぜ。お前に限っては心がもう人じゃねえんだよ。少しでも人の良心が残ってるなら俺たちにおとなしく殺されねえか。うん、やだ。なるほど、じゃあ切り殺してやるよ。やってみろよ、ベーク。何、俺を切り殺すんじゃねえのかよ。動けるみたいだな。デンジ、お前は何のために戦ってる？この生活を守るためかな。公安様はそんな大層な暮らししてんのか。うん、口うるせえのとわがままなのがいるけど、まあそこそこ気に入ってるぜ。だからさっさとてめえ倒してマキマさんに褒めてもらうんだ。お前は俺には勝てねえよ。はあ？もう勝ったつもりでいんのか？俺はまだ死んでねえぞ！雑魚が！じいちゃん殺したこと死ぬ前に謝罪しろ。
まだ戦えるぜ。アタマンチェンソーが残ってるからね。バカが、じいちゃんに教わらなかったか、引き時ってやつをよ。じいちゃんに謝罪しろ。そうしたら楽に殺してやる。ご丁寧に頭狙ってくれてよ、アンガトナバーク。ジジイに怒らなかったか。獣が狩人の言葉信じる